おはこんばんちは、伊藤です。ついに大型アップデート第3弾が実装されました。今回は、新しく追加された強敵モンスターの、たけびハヘルブナキリオスの、生存戦略装備を、ご紹介したいと思います。では、早速装備紹介からいってみましょう。はい。今回紹介するのは、ヘビーボルダン装備になります。生存スキルも多く取り入れ、安全性もバッチリです。臨界ブナキは、体も大きく貫通弾がとても効きやすい敵ということで、武器はムフェトの貫通ヘビーでおなじみの、狙撃。装備は上から、頭、EX 金色の添えたミレーカ。ボウ、EX ゴールドルナメイルレーカ。腕、EX カイザーアームレーカ。腰、EX ゴールドルナコイルレーカ。足、EX ガルルガグリーブレーカ。戸籍は、ダガモノの戸籍。装備は、天神の装備と、架空の装備。スキル構成は、ニキビレベル7、精霊のカゴレベル5、爆破やられ耐性レベル3、体力増強レベル3、逆転特攻レベル3、ガード性能レベル5、貫通弾強化レベル2、熱ダメージ無効、超耐震レベル1、弾道強化、非耐性レベル3。シリーズスキルは、精霊のカゴ、極意が発動しています。武器の覚醒能力は、貫通弾装填数アップ3、攻撃力強化棒3つに、反動抑制をつけています。カスタム強化パーツに、シールド4枚とガンガン重化パーツをつけています。シールドは、3枚でガンスと同等、4枚でスタミナ消費は変わらず、体力削りが緩和されます。臨界ブナキは一撃も強いですが、削りによるダメージもかなりあります。シールドを4枚つけることで、削りダメージを軽減し、生存率を上げています。カスタム強化は、耐震率強化1、防御力強化1、回復能力付与1をつけています。耐震率強化1をつけることで、耐震打重もプラスされるのでお得です。これで、貫通弾レベル3の反動装、リロード普通で、6発撃つことができます。それでは、いよいよ狩猟しに行きましょう。いざ対峙してみると、デモプレイの動画よりも、なんか大きく感じますね。とりあえず、天神を着て、高校待ちです。高校が終わったら、頭か尻尾あたりに傷をつけていきましょう。ブナキリオスは、頭より尻尾の方が狙いやすくダメージも通るので、メインに狙うのは尻尾になります。できる限り天神が残っているうちに、傷をつけてしまいましょう。傷をつけ終わったら、いよいよぶっ飛ばしのタイミングを測って狙っていきます。ぶっ飛べー。ボーン。貫通弾は、まっすぐ貫通していくので、できれば頭から尻尾にかけて狙っていきましょう。大きな隙があれば、狙撃ルーガンなんかも撃ってもいいですが、責任は持てません。自己責任ですが、決まると、気持ちいい。ちなみに、お供は、大盾を装備させています。大盾は、貫通弾との相性抜群なのでおすすめです。後半になるとラマを使えなくなるので、序盤からラマはどんどん使っていきましょう。落とし穴は尻尾が隠れていますが、腰あたりを狙えば尻尾と顔を貫通できます。でも、そこまで精密でなくても、大体で大丈夫です。デコイニキを取られているところを、後ろから撃ち抜きましょう。傷つけが溶けていますが、無理に傷つけを狙いに行かなくてもいいです。あくまでも天神の装備や、大きな歪みがあった時に行うようにしましょう。焦りは禁物です。
ランナーの防御力では簡単に瀕死になる攻撃なので、攻撃が来ると思ったら即座に撃つのを止め、防御に徹してください。ガードをすれば大きなノックバックやのけぞりはないので、次のターンで反撃することができます。これは恥ずかしい。まあタイミングが合わなかったので仕方ありません。仕切り直しです。この攻撃は3連続でやってきますので、ギリギリ横移動しながらからしましょう。あ、後ろの四角に粘菌があったようです。だが私には精霊のカゴがついている。移動ですね。大体こんな感じなのでちょっと飛ばします。だいぶ弱ってきていますね。もうそろそろ最終決戦です。ちなみに熱ダメージ無効がついているので、火山地帯でもへっちゃらです。チャンスなので傷つけしておきましょう。さあ来ました。最初これを見たときに超広範に攻撃だと思って正直ちびってました。熱ダメージ無効の私にとってこの程度の厚さなんともありません。そんな方向しかって怖くないよ。ふっ沸騰して辛そうなブラキタン。このステージだと真っ黒に見えるから硬化しているのかと思いましたが、そういうわけでもなさそうです。天神の装備を着ているので積極的に傷つけも行っていきましょう。おお、熱ダメージ無効なのに若干体力が減っていますね。ついに本気を出してきたようです。ということで、この地面の赤い粘菌はできるだけ避けて戦うのが無難です。終盤になるとブラキがない方向をします。その方向時にばらまかれた粘菌が一気に爆発し大ダメージを受けます。下手するとランナー系だと即死級のダメージを受けますので注意してください。粘菌が多くなってきたと思ったら、できるだけ空いているところを歩くようにしましょう。おっと、一矢報いてきましたね。危ない、危ない。慎重に距離を取って、立て直しましょう。
はい、お疲れ様でした。時間は10分くらいでした。生存戦略装備でしっかりとガードを固めながらでもちゃんとクリアできます。苦戦している方がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。私はまだ周回できていないので防具や武器を作れていませんが、臨海部ガキの装備はかなり強いし、武器も覚醒武器の上位互換とも言われています。周回して作成する価値があると思いますので、臨海部ガキに苦しんでいる方の手助けになれたら嬉しいです。参考になった、臨海部ガキに勝てたという方がいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。まだ初見もできていませんが、次は月光したバーランの動画を上げたいと思っています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。星がまた瞬く真夜中に大きな月が顔出した。